プロ4年目を迎えた今、針ヶ谷武明は自らに変化を求めていた。柔らかくしなやかなプレーは針ヶ谷の大きな魅力だ。だがそれだけではなく、守備時には特に必要性を感じると話す。フィジカル面の強さを養うため、筋力トレーニングにもこれまで以上に力を入れるようになった。最近はボランチの良き先輩であり、ライバルと慕う上原力也と同じメニューをこなすなど、仲間と切磋琢磨しながら自らを追い込んでいる。体重は加入当初から9キロ増えた。そんな針ヶ谷の変化をチームメイトたちも敏感に感じ取っていた。まあ、自分の足りないところだったり、そういうのをこうやっていく中で、改善しようとしてると思いますし、まあ僕も刺激をもらって頑張ってます。慣れ始めてるじゃないですけど、まあ自分の何て言うんだろう、やれることだったりやれないことがはっきりしてきますし、まあ、それに向き合えたり、こうまあ自信を持ち始める時なんじゃないかなと思います。理想はなんかチームの核となるよね。そのみんなに信頼されて安心してボールを預けられるような選手になりたいなっていうのが理想です。こいつに預けといたら大丈夫って思わせられるようなプレイヤーになりたいです。最近やたらシュートがすごいです。タキちゃんすごいプレ球蹴ってるし、精度上がってるし、スピード上がってるし、自分もちょっと打つみたいなと思ってるんですけど、なかなか難しいです。フィジカルまでなかなかしなくなったのかなと思うし、スピードも上がってるし、って俺は思ってます。俺が高3の時、タケもタケが購入の時にプリンスでやった時に、まあ、衝撃を受けたというか、全然ボールも取れないし、なんか本当振り回されてる感覚で、パス出てくるボランチが持った時にはフォワードっていうのはすごい動きやすいですし、まあ本当に一緒のチームにいてすごい助けになる、フォワードの助けになる選手だと思うので、まあ、そのパスセンスだったりとか、ボール扱う能力っていうのは、まあ、このチームの中でもトップクラスなんじゃないかなと思ってます。やっぱまあ取られない、ボール取られないことがまずベースにあって、そこからまあどうゲーム組み立てるのかっていうのが、まあ、みんなには見てほしいところかなと思います。その先はまあ味方の選手ともまあやっぱ感性合わせなきゃいけないですし、まあでもそれでもチャレンジするとこだったりとかはもう思い切ってチャレンジして、まあ、失敗したら次また考え直せばいいかなっていうスタイルでやってるんで、縦パスはもう強気に行くことっすね。躊躇しないで入れます。強くても受け手に頑張ってもらって、やっぱほんの一瞬なんで空いてるのは。パサーとしてはすごい、なんだろう、人が見えないところまで見えてて、まあ受ける側も結構こう集中してないと受けれない時あるんで、それぐらいやっぱりセンスだったり、まあ能力っていうのはすごい高いなと思います。合わせるのでいっぱいいっぱいなんで、僕がタケちゃんにまあもっともっとタケちゃんからいいボールもらえるように僕も頑張らないといけないなと思います。針ヶ谷の真骨頂でもある攻撃のスイッチを入れるパス、日々トライアンドエラーを繰り返しながらその精度を高めている。実際にどのような視点を持ちプレーをしているのか、昨年出場したリーグ戦の映像を見ながら印象深いシーンを振り返ってもらった。いや全部っていうか大体覚えてますよ結構。あ、いいね、なんかタッチ流れてスライディングしてキープしたやつあるんですけど、
ミスなんですよ要はけどまあ修正できてるんで、しなんか相手も同い年の青だったんで、やっぱ同級生には負けたくなかったです。これとかももったいないっすね。なんからしくないというか、最終ラインで受けてアダが走って裏に出しちゃうみたいな、でも手前で相手と接点みたいな、だからもったいないですね。もっといい選択はあったと思います、こうやって見たら。でも負けてたから気持ちも前前になってて、そうなっちゃったと思うんですけど。でやっぱなんか狭いところでの技術は本当に高校で磨かれましたね。後ろ向きで受けても縦に刺すというか、あ、これはもう本当に良かった。早尾くんを、早尾くんをちょっとフィってやって、ここから本当にスイッチが入ったんで、攻撃の。これ多分ムサがなんかキーパーとバババーンってなったとこまで行ったと思うんですよ。でこれはだから、まあやっぱヨシトさんだから出せたっていうのはありますね。これはめちゃめちゃいいボールだった。自分でもびっくりしました。でも狙って狙った蹴り方っすよ。なんかかっこよくないですか、こういうボール上げたら。俺いつも上げたいんですよ、こういうボール跳ね返ってきた時とか。でいいチャンスだと思って上げました。でこういうくさびとかも、で本当僕のプレーの象徴というか、これとか、まあ、しかもルキアンだし、でなんかすごい安心感とか。普通の人だったらこの大吾くんに預けるじゃないですか。でもそれじゃなんか変わんないというか、状況が孤立しちゃうし、大吾くんなんで。やっぱ吉田さんもサポート入ってるんで、当てて落としてとか、でこれとかがそのままいけてたらすごい良かったっす。めっちゃ覚えてんのが川崎戦なんですけど、インターセプトしてなんかアダの足元に出しちゃったんですよ。めっちゃしたらアダ裏走ってて、でパッ蹴った後にパッて見たら、うわめっちゃ空いてたじゃんと思って、わなんかごめんアダと思って、俺がテンパってたからそこに出しちゃったわってめちゃめちゃ思ったんですよ、その瞬間。だからそれがめっちゃ記憶にあります。ミスした。はい、ありがとうございます。カメラ目線でありがとうございます。よしよし。昨年に比べ今はより攻撃的なプレーを練習から出すことができていると針ヶ谷は言う。やっぱりゴール見るのが一番楽しいと思うんで、見てる人は。だからいっぱい点取らせてあげて、見てる人楽しませられるような試合にして、まあ一つ一つ勝っていければ、まあ、サポーターの方々も一緒になって喜べると思うんで、そういう理想的なサッカーを目指して再開に向けてやっていければいいかなと思います。いやーもう変えますよもうやめますもう終わったんで、この期間は。ちょっと気分転換に変えてただけな。インタビューでそう話していた通り、6月上旬には髪色を黒に戻した。これもリーグ再開後の活躍を誓う決意の表れの一つなのだろう。2017年の加入当初はまだまだ高校生の面影が残っていた。だが今の針ヶ谷の言葉からはそれは一切感じられない。あるのは年々大きくなっていくクラブへの思いとジュビロを背負っていくという自覚だ。Jリーグ優勝したいですね。で代表の10番背負って
ピッチに立ちたいです。それが大きな夢です。そうですね、試合出て優勝してこのスタジアムで掲げられればいいかなと思います。なんかでもやっぱまあベテランの人だけに頼っててももういい大人ですし良くないと思うんで、まあ、十分経験は伝えてもらってるし、だからその経験を糧に自分のことも上げていかないといけないし、やっぱ後輩の面倒とかもしっかり見て、まあ、一緒に育っていければいいかなと思います。まあ普通じゃダメなんで、これ以上のプレーを求めて紅白戦とかでもどんどんもうはちゃめちゃにやっていきたいなと思います。はちゃめちゃに、はい、元気よく。今よりももっと強く、うまく、そして楽しいサッカーを見せるためにパサーとしての技術を磨き、豊かな感性を育てながら、針ヶ谷は今大きな夢へと向かうその最中にいる。